ネズミ麦は、単子用植物稲科、毒麦属に分類される植物の一種。楕円形のおこぼが、軸に密着する、形の方をつける。牧草として、イタリアンライグラスの名で使われ、日本ではごく普通な雑草としてよく見られるものの、一つでもある。金字種に、細麦があり、区別が難しい場合がある。ヨーロッパを原産地とする。北アメリカ、南アメリカ。 アフリカ、オセアニアといった世界の温帯から団体に帰化し、日本でも北海道から九州までの各地に広く見られる。ネズミ麦は、単子用植物稲科、毒麦属の植物である。牧草として使われ、日本ではごく普通な雑草としてよく見られるものの、一つでもある。一年草内し二年草で根元で枝分かれして、束生し、 背丈は30から100センチメートルに達する。全体にスラリとした印象。茎には数節があって葉をつける。葉は細長く、長さ11から20ミリメートル。幅は3から8ミリメートル。ほぼ扁平で緑色。木部は幼少となる。柿は5から7月で、茎の先端から一つの水上過剰を出す。穂は長さ十五から三十センチメートル。 ほぼ直立し、ほぼ等間隔に、多数のコボをつける。主軸は、コボごとにやや曲がる。コボには、柄がなく、2列に並んだ小鼻の列の一方を茎に、向ける。コボは、左右から、扁平なので、歩全体も多少とも左右に扁平な印象となる。コボは、両端の尖ったやや細めの皮芯型で扁平、長さ1から2.5センチメートル。緑色で、無毛。 8から20下を含む。A はいずれも先が尖り、細いの木がある。この類のコボは、比較的単純で、2列に並んだほぼ同じ形の、両性小花が数個並んでいる。ただし、基部にある小花を含まない A である包み A は、普通は2個あるが、この種では、 穂の先端の一個がこの形を保っているものの、側面に出るコボでは一つしか持たない。残っているのは軸の反対側の包み絵で、これは第二包絵にあたる。乾燥した草地に生える。道端でもよく見かけ、特に拉致によく出現する。小さな束になってまっすぐに立つ姿は独特である。ただし口術の近止種も同時に出る。 家畜の飼料として使用される場合、0.2%以上の硝酸体窒素が含まれていると、食欲不振やふらつき、時には呼吸困難や突然死を引き起こすこともある、硝酸児を中毒を起こす可能性があり、継続的に比較的高濃度の硝酸体窒素を含む飼料を牛が食べることによって、流産や胎児の異常、 入量や成長への影響等の慢性中毒が引き起こされる可能性も指摘されている。イタリアンライグラスでは、ワセアオバという品種が他の品種と比べて小酸体窒素を蓄積しにくいことが判明しており、養病期の小酸体窒素濃度が低い個体を選び出し、それらの個体同士を交配させる方法で、小酸体窒素の蓄積の少ない品種を生み出すことができる。 日本では明治時代から緑化や牧草に用いるために導入された。しかし、国立公園などの原生的な自然環境に侵入して希少な在来種の植物の生育を阻害する可能性が懸念されている。また、花粉症の原因にもなる。そのため、外来生物法によって要注意外来生物に指定されている。このように大きいコボを水上に。 しかも間隔をあけてつけるものは他にないので、他の属のものと混同することは、まずない。やはり大柄なコボを水上につけるものにカモジグサを、はじめとするカモジグサ属のものがあるが、それらのコボは、棒状で、非常に顕著なの儀があり、混同することはない。しかし、同族の禁煙種に以下の種があり、この関係がややこしい。全体の姿は、ほぼ同じである。 典型的なものでは、コボの包み絵が、はるかに、大きいことが、大きな特徴となる。ネズミ麦では、包み絵が、森絵よりやや大きいだけで、その長さは、コボ全体の半分よりずっと小さい。細麦では、包み絵が時にコボ全体の長さに近いほど発達し、コボ全体を、主軸の側に包み絵で抱え込むような姿となる。また、 森へに、のぎがない。このように典型においては、両者はかなり異なるのだが、実際にはこの中間的な姿のものが結構多く、判断に困る例が少なくない。これは変異が多いというだけでなく、両者の主観雑種も簡単にできているらしい。この種もヨーロッパ原産で、日本や北、アメリカなどに広く帰化しており、日本でもよく見られる。ただし、 ネズミ麦よりは稀だとされる。なお、細麦も牧草として使われ、ペレニアルライグラスの名で流通する。ありがとうございます。